えー、無能の集まり中央大学に5年間通った営業職の者のです、えー。今度は社会人向けのセミナーのようなところでモデレーターをやってくれと頼みました、えー。ひろゆき先輩は様々なところでスピーカーとして参加されると思いますが、どのようなモデレーターがやりやすいでしょうかこんなモデレーターはクソ野郎だという観点でもいいのでご意見を伺ってください。パネリストのメンツにもよるんですけど、あの、やたら話したがる人っていうのがいたときに、それを止められるかどうかっていうのが多分モデレーターの実力だと思うんですよね。 あの、話を順番に振るは、どんな素人でもできるんですよ。あの、何々さんこう言ってますけど、何々さんいかがですかとかっていうのを、順番に振っていくは基本できるんですよ。で、もしくはそのなんか、話すテーマとかも、前もってメモ帳とかに書いときら誰でもできるんですよ。そのモデレーターとしての優秀さって、トラブル対処能力なんですよね。なので、ね、ずっと明石家さんまが喋り続けるときに、次の人の話振ってくださいみたいなので、ちゃんと振れるかどうかっていうのが、モデレーターの能力だったりするので、 です、ただその、ただ観客がみんなアカシアさんまの話を聞きたいときは、アカシアさんまワンマンショーでもいいんですよ。もうみんなさんまさんの話で聞きたいんだったら、これはさんまさんでいいよっていうので、その観客の顔色を伺って、これ開き始めたなっていうのと、あと同じ話をもう一回したなってなったときに止めるとか、っていう感じのその観客を見るのと、あと,と話してる内容がループしてるかどうかっていう。あの、政治家の人にありがちなんですけど、話ループする人多いんですよね。その、あの、なんか、 同じような話で、そのかなんかで政治家目指したかみたいなので、多分100回ぐらい言ってるので、おあその、このベストなの話し方これだみたいなのをやっちゃうんですけど、で、大体それって、あの、同じようなこと何度も言うんですよ。なので、いや、これさっき聞いたみたいなのもあるので、んでそういう時に止められるかどうかっていうのが大事なんじゃないかなと思います。まあ、興味がある人は、アベマプライムの平石さんの、あの、ぶった切り方とかを見てみてください。